アイリッシュコーヒーとは、アイリッシュウイスキーをベースとするカクテルである。コーヒー、砂糖、生クリームの入った甘めのホットドリンク。主に寒い時期に好まれる。なお同じウイスキーでもスコッチウイスキーをベースにすると、ゲイリックコーヒーに名称が変わる。1938年のホインズ飛行場。飛行艇と搭乗客を乗せたボートアイルランド南西部、シャノン川川口の漁村。 フォインズにあった水上飛行場で旅客機の乗客のために1942年に草案されたカクテル。考案者はフォインズ飛行場のパブのシェフ、ジョー・シェリダン。フォインズは1935年から飛行艇の発着する水上飛行場となったが、第二次世界大戦前の1937年からパンアメリカン航空によって飛行艇を使った。 アメリカイギリス間の大西洋横断航空路が運航開始されるとその気候地にもなった。当時の飛行艇は航続距離が短く大西洋上の経路途中で燃料補給のためアイルランドとカナダのノバスコシアに寄港せねばならなかったのである。当時のプロペラ飛行艇は後年の旅客機と違って機密構造ではなく暖房はあまりよく効かなかった。加えて 飛行艇が水上で給油する間、乗客は安全のためボートで移動して、陸上待機せねばならなかったが、港の天候が悪ければ、飛行艇からパブのあるレストハウスにたどり着くまでさらに凍える羽目になった。そこで燃料補給の待ち時間を利用して、乗客に体を温めてもらおうという心遣いから、アイルランド名物のアイリッシュウイスキーをベースとした、この飲み物が考案されたという。 このカクテルは、ホインズ近郊に1940年に開港し、戦後陸上機が主流となってからホインズに代わる大西洋航空路の中継地となったシャノン空港でも提供され、当地の名物として大西洋横断航空路を利用する人々に知られるようになった。1952年には、サンフランシスコのブエナビスタカフェにレシピが伝えられて飲まれるようになったことから、 さらにその存在が広まり、世界中で飲まれる温かいタイプのカクテルの一つとなった。現在、シャノン空港には、カクテル公安車のシェリダンを記念して、ジョーシェリダンカフェが設けられており、記念プレートも設置されている。ここでは無論、アイリッシュコーヒーを注文することができる。グラスにホットコーヒーを注ぎ、格差とあるいはブラウンシュガーを入れる。アイリッシュウイスキーを注ぎ、ステアする。 生クリームをフロートさせ完成、など、ありがとうございます。